夏の、アメージングメガネスライキの動画ですね。見えるかな、まあ、見えるか分かりにくいと思うんだけど、ちょっと暗くしました。今回はね、タイトルを見ればね、分かる人分かると思うんだけどね、変な写真が、撮れてしまったっていう動画ですね。8月からやっぱ夏休みらしいことしたくて動画のネタいろいろ考えてたんだけど、やっぱどれも自分にはできないなっていうのが多くてさ、だからたださ、ゲーム実況とか、まあ検索しちゃいけない言葉とかそういうのばっかだから、何かな、夏らしいことしたいなと思って、もしもほら写真撮ってて、ね、適当に撮ってれば、まあ、なんか映るんじゃないかっていう好奇心があって、まあ自分の部屋の窓から撮ったりしてるんだけど、8月1日から撮ったんだね。撮ったらまあ変なんが映ってしまったね。まあ8月1日だけでもう4枚変なんが撮れてしまって、実際に写真にしたんだよね。そう、写真にしたんだよ。これだね。あとでも次で画像で見せるんだけど、3枚変なんが撮れちゃったんだよね。ではその3枚をまあどうぞ。見てもらえば分かると思うんだけど、なんかね、手前の木にあったじゃん、白いの、なんかね、木に白いの、それがだんだん右になんか消えていく感じ。ちなみにこれ10時の57分に、まあこの3枚撮ったわけなんだけど、やっぱね、違和感あるんだよ。やっぱ最初にも何枚か撮ってるんで、これを撮る前から。まあ、この時はね、まあ、ちょっと多少雨降ってたんだよ。いや、だけど雨降ってるけど、ね。こんなさ、白いのおかしいよね、これ。しかも右にスーってね、消えるようにしてさ、ちょっとこれは、あれってなってね、それだけです。次の写真もね、これも同じ日に撮って、11時の18分に撮った写真です。では見せます。こちら、まあパッと見わかんないでしょ。だけどよーく見ると何かがあるんだよ。右あたりかな、ちょっと中央からちょっと右にずれたとこにあるんだよ。ちょっと暗くしてみた。これがあれば大体大丈夫かも。まああったんだけどね、ちょっとね、分かりづらいなと思って、ちょっとね、なんかトリミングのカットして、その部分だけカットしてみた画像が、まあ、連続で細切れっていうか流れます。はい、こちらです。これあくまで俺の推測なんだけど、顔に見えるなっていうの、ちょっと縦長な黒い目
って口もあーってポカーンって開いてる口で、まあ多分俺のね、多分考えすぎっていうのもあるかもしんないけど、でもおかしいと思うんだよね。写真撮ってて一点だけちょっと明るいとこがあって、近づいてみれば変なんだってさ。やっぱ俺にはね、顔にしか見えないんだよね、あれが。ね、ちなみにあのドアップしたあの顔みたいなやつをちょっと、あ、俺はこういう風に見えたっていうのを、ま、絵で表してみました。はい、こちらです。まあ見比べるとどう、ちょっとあれかなっていう点はあると思うけど、まあ俺には顔に見えたなっていうのが、まあ、というわけですあとね、あ、これは昨日かな、8月の5日あたりかな、多分これも11時半過ぎに撮ったやつかな。その時さ、満月が出てた、満月だったんで、空がね、まあ綺麗だったから撮ろうってなってさ、撮ったんだよ。撮ったらちょっとこれもうあれっていうのが映ってて、これはなんだろうな、俺の考えすぎかなって思う点もあるって、家族にこれなんか変なの映ってないって言ったけど、やっぱりね、あれってはてなはてな状態だったんだよ。で、俺的にはちょっと、まあ、こういう風に見えるなって、まあこれも見てもらえばわかると思うんですけど、注目してほしい場所は、まあ、右下あたりにちょっと注目してください。はい、こちらです。の人は多分ハテナハテナっていう人が多いと思うんですよ。でも俺からしたらね、ちょっと歯をかなんかこうやってなんか歯をむき出しにして、むき出したなんか、まあ男か女か分かんないけど顔に見えるんです、とにかく。で、目のあたりはかも、真っ黒なんですよ、目が。で、鼻みたいになってかーって、なんかそんな風にしか見えないんだよな、どう見たってなんかね、こっち側、この窓からあの写真撮るとめっちゃ映るの、オーブがね。この写真みたいに。でね、話してなかったんだけど、怖い話とか、そういうゾッとする話、なんかゾッとする話みたいな動画あったじゃん、流したじゃん。まああれで言ってなかったことあったんだけど実はね、私の結構近いとこで、結構ね、人が死んじゃってる、人が亡くなってるんだよ。結構じゃないな、2人か、確か。一つは、私の家のすぐ近くに田んぼがあるんだよ。その田んぼで、おばあさんかな、確か。おばあさんが、田んぼで亡くなっていたっていうことと、あとは、私、ちょっとこれ、この写真に、今指さしてるとこれ、これ。この家あるじゃん。実はね、この家あるじゃん。実はその家ね、もう誰もいないんだよ、実はね。もう、この家ね、もうゴーストハウスみたいなやつ。誰もいない。なぜかって、この家の人が、亡くなってしまったから。亡くなったっていうの初めて知ったのが小学校の頃だね。まだ多分高学年 4,5,6 のどれかの時なんだけど、家帰ってたら
まあその家の近くまで通り、なんか通りかかるときにめっちゃね、警察や救急車がもう何台も来ててさ、なんかどうやらその家の人は2階から転落して死んじゃ、亡くなったのかな、確か。まあそうなんでさ、結構近い、結構近所あたりで人が亡くなってるんだよ。あと俺の家のまあ数十メートル先かな、多分そこに霊園、まあ丸々霊園、まあお墓がある、たくさんある、なんかそういう場所があって、ここねまさにそういう方向なんだよ。もうこの家の先にはそう、お墓がたくさんある場所があるんだよ。まあ、この家はもう誰もいないし、そういう方向にあるから、おそらくそのお墓とか、この家の亡くなった人の幽霊がオーブとなって映っているのか、そもそもこれがオーブかどうかも俺は判断できないからね。大気中のゴミっていう可能性もあるし、ね、もしかしたらモノホンのオーブかもしんないっていうのがね。あ、言い忘れた。あとね、これも多分ね、8月の1日か2日かは分かんない、忘れちゃったけど、ある写真に線が入ってるんだよ。まあ見た方が早い。こちらです。見てもらえば分かると思うんだけどさ、まあ一見ある人はこう言うでしょう、虫じゃないのかとか、いや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 、虫じゃないんですよな、どう見たって。まあ、俺もね、完璧なそういう専門家とかじゃないから、こうですよっては言いづらいんだけど、でも俺の推測としては完全に、まあなんかよく言うじゃん、赤い線は攻撃してくる線みたいな、そういったものかもしんないなって俺は思ってるの。で、一時期さ、まあ知らない人は知らないと思うんだけど、スカイフィッシュって知ってる？未確認生物、まあユーマっていうのに分類されてて、写真にね、写ってるの、よく。まあイラスト載せます。こちらです。こういった生物で、まあ空を飛んでるなんか何かっていうのが、写真見るとほら、これシャーペン、このシャーペンにこのバババって羽が数枚生えてる、それがスカイフィッシュなんだよね。で、それは実は全く偽物らしくて、で偽物っていうか、違う、合成じゃなくてたまたま取れてしまったっていうやつで、正体がハエで、ハエが、ほら、ハエとか、早いでしょ、動き、ブーンって。それが、重なったんだろうな、おそらく。ポン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 って重なったから、それが一つに繋がってるように見えて、それがまた別の生き物に見えてしまったっていう。それが、スカイフィッシュなんだよね。うん。でも、見ればわかるでしょ。俺の撮った写真には羽なんてないでしょ。ただ、ニュルってイモムシみたいな、わかんないけど、光がバーンってあったでしょ。あれは、なんだろうなって、俺も思ってんだよね。もしかしたらマジモンかもしんないし、はたまた、何か、幽霊じゃない、なんか、かもしんないよね。一時期ね、これね、これをね、テレビ番組の、なんだっけ、呪いのビデオとか、そういう心霊系の番組に募集しようかなと思ったけど、やめたわ。だってさ、本物かどうかも俺わかんないのにさ、なんか送るっていうのはそもそも送り方わかんないし。中にはね、もしかしたら俺の撮った中の一枚や数枚が、もしかしたらとても危険な写真かもしんないし、はたまた無害な写真かもしんないわけだよね。そうだな、
じゃあここからはね、まだ紹介していない私が撮ったちょっとあれって言うとなんかまあ主にオーブだね、まあそれらが写った写真を、連続で流します。はい、どうぞ。皆さんもね、写真、幽霊とかなんかもう、暗い中パシャパシャ撮るのはいいですけど、だけど注意してくださいね、撮るときは。まあ私のはたまたま無害な例でしょうしですね、いやもしか心霊写真じゃないかもしれないからね。だけどね、気をつけてください。くれぐれも撮るときは気をつけてくださいね。特に心霊スポットだの行って写真撮るときは注意してくださいね。そうそうそう、俺が一番ね NG だった、心霊スポットに行く際にまっついて徘徊するとき一番注意した方がいいって思うのは、気持ち悪いとかという言葉を言わないのが一番じゃないかなって。あとは入るとき、まあ、お邪魔しますって、で出るとき、まあ、お邪魔しましたって言った方があんま幽霊にてかあれだね、幽霊不快な行動はしないことだね。なんかわーキャーとか、なんかそういうのさ、そういうのを限って危険な目に遭ってるでしょ。入るときはお邪魔しますって言って、何も笑ったりあまりし、あまた笑ったりしないで出入りするのが俺はベストなんじゃないかなって思いますね。まあこう、まあ夏、まあ幽霊は映る、まあいつでも映るかもしれないけどね、写真撮る際は気をつけてください。バイバイ。あ、この後じゃんけん始まります。この窓から写真撮るとめっちゃ映るの、オーブがね。この写真みたいに。でね、話してなかったんだけど、怖い話とかそういうゾッとする話、なんかゾッとする話みたいな動画あったじゃん、流したじゃん。まああれで言ってなかったことあったんだけど、実はね、私の結構近いとこで結構ね、人が死んじゃってる、人が亡くなってるんだよ。結構じゃないな、2人か、確か。一つは私の家のすぐ近くに田んぼがあるんだよ。その田んぼでおばあさんかな、確かおばあさんが田んぼで亡くなっていたっていうことと、あとは私ちょっとこれこの写真に今指さしてるとこれこの家あるじゃん。実はね、この家あるじゃん。実はその家ね、もう誰もいないんだよ、実はね。もう、この家ね、もうゴーストハウスみたいなやつ、誰もいない。なぜかって、この家の人が、亡くなってしまったから。亡くなったっていうの初めて知ったのが、小学校の頃だね、まだ。
多分高学年 456 のどれかの時なんだけど、家帰ってたら、まあその家の近くまで通り、なんか通りかかる時にめっちゃね、警察や救急車がもう何台も来ててさ、なんかどうやらその家の人は2階から転落して死んじゃ亡くなったのかな、確か。まあそうなんでさ、結構近い、結構近所あたりで人が亡くなってるんだよ。あと俺の家のまあ数十メートル先かな、多分そこに霊園、まあ丸々霊園、まあ墓、お墓がある、たくさんある、なんかそういう場所があって、ここね、まさにそういう方向なんだよ。なんて言えないでしょ。ただニュルってイモムシみたいな、わかんないけど光がバーンってあったでしょ。あれはなんだろうなって俺も思ってる。もしかしたらマジモンかもしんないし、はたまた何か幽霊じゃない、なんかかもしんないよね。一時期ね、俺ね、これをね、テレビ番組の何だっけ、呪いのビデオとかそういう心霊系の番組に募集しようかなと思ったけど、やめたわ。だってさ、本物かどうかも俺わかんないのにさ、なんか送るっていうのはそもそも送り方わかんないし。中にはね、もしかしたら俺の撮った中の一枚や数枚が、もしかしたらとても危険な写真かもしれないし、はたまた無害な写真かもしれないわけだよね。そうだな。じゃあこっからはね、まだ紹介してない私が撮った、ちょっとあれって言うと、なんかまあ主にオーブだね、まあそれらが写った写真を、連続で流します。はい、どうぞ。皆さんもね、写真、幽霊とかなんかもう、暗い中パシャパシャ撮るのはいいですけど、だけど注意してくださいね、撮るときは。まあ私のはたまたま無害な例でしょうしですね、いやもしか心霊写真じゃないかもしれないからね。だけどね、気をつけてください。くれぐれも撮るときは気をつけてくださいね。特に心霊スポットだの行って写真撮るときは注意してくださいね。そうそうそう、俺が一番ね NG だった心霊スポットに行く際に、まあ、ついて徘徊するとき一番注意した方がいいって思うのは、気持ち悪いとかという言葉を言わないのが一番じゃないかなって。あとは入るとき、まあ、お邪魔しますって、で出るとき、まあ、お邪魔しますほとんどの人は多分ハテナハテナっていう人が多いと思うんですよ。でも俺からしたらね、ちょっと歯をかなんかこうやってなんか歯をむき出しにして、むき出したなんか、まあ男か女か分かんないけど顔に見えるんです、とにかく。で目のあたりはかも真っ黒なんですよ、目が。で鼻みたいになってかーって、なんかそんな風にしか見えないんだよな、どう見たって。なんかね、こっち側、この窓から写真撮るとめっちゃ映るの、オーブがね。この写真みたいに、
でね、話してなかったんだけど、怖い話とかそういうゾッとする話、なんかゾッとする話みたいな動画あったじゃん、流したじゃん。まああれで言ってなかったことあったんだけど実はね、私の結構近いとこで結構ね、人が死んじゃってる、人が亡くなってるんだよ。結構じゃないな、2人か確か。一つは私の家のすぐ近くに田んぼがあるんだよ。その田んぼでおばあさんかな、確かおばあさんが田んぼで亡くなっていたっていうことと、あとは私ちょっとこれこの写真に今指さしてるとこれこの家あるじゃん。実はね、この家あるじゃん。実はその家ね、もう誰もいないんだよ、実はね。もう、この家ね、もうゴーストハウスみたいなやつ。誰もいない。なぜかって、この家の人が、亡くなってしまったから。亡くなったっていうのを初めて知ったのが小学校の頃だね、まだ。多分、高学年456のどれかの時なんだけど、家帰ってたら、まあ、その家の近くまで通りかかる時に、めっちゃね、警察や救急車がもう何台も来ててさ。なんかこれも多分ね、8月の1日か2日かわかんない、忘れちゃったけど、ある写真に線が入ってるんだよ。まあ見た方が早い。こちらです。見てもらえばわかると思うんだけどさ、まあ一見ある人はこう言うでしょう。虫じゃないのかとか。いや、虫じゃないんですよな、どう見たって。まあ、俺もね、完璧な、そういう専門家とかじゃないから、こうですよっては言いづらいんだけど、でも俺の推測としては完全に、まあ、なんかよく言うじゃん。赤い線は攻撃してくる線みたいな、そういったものかもしんないなって俺は思ってるの。で、一時期さ、まあ知らない人は知らないと思うんだけど、スカイフィッシュって知ってる？未確認生物、まあユーマっていうのに分類されてて、写真にね、写ってるの、よく。まあイラスト載せます。こちらです。こういった生物で、まあ空を飛んでる、なんか何かっていうのが、写真見ると、ほら、これ、シャーペン。このシャーペンに、このバババって羽が数枚生えてる。それがスカイフィッシュなんだよね。で、それは実は全く、偽物らしくて、で偽物っていうか、合成じゃなくて、たまたま取れてしまったっていうやつで、正体がハエで、ハエとか、早いでしょ、動き、ブーンって。それが重なったんだろうな、おそらく。ポン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 って重なったから、それが一つに繋がってるように見えて、それがまた別の生き物に見えてしまったっていう。それがスカイフィッシュなんだよね。でも見ればわかるでしょ。俺の撮った写真には羽なんてないでしょ。ただ、ニュルってイモムシみたいな、わかんないけど光がバーンってあったでしょ。あれは、なんだろうなって、俺も思ってんだよね。もしかしたらマジモンかもしんないし、はたまた、何か、幽霊じゃない、なんか、かもしんないよね。一時期ね、俺ね、これをね、テレビ番組の、なんだっけ、呪いのビデオとか、そういう、心霊系の番組に募集しようかなと思ったけど、やめたわ。